やばいね。ちょ、もうね、眠くて眠くて仕方なかったけど、それもなんかずっとさ、あれ、誕生日終わってショールームしたいなーと思ってたんですけど、なんかバタバタしてて、気づいたらなんかすごい日にちが経ってて、もう怖い怖いってなって、います。ね、ずーっとしたかったんですけど、なんかやらなきゃいけないことがとっても多くて、無事に26になりました。なんか虹ある、なんなの、ずっと虹ある。タワーだ、初めて見た新しいやつ。ゆうとくんだ、久しぶりだね、ありがとうございます。鼻、なんでこんなやばいやろ。おめでとうございます。ありがとうございます。アラサーだねってね、もう去年からずっと言われてるアラサーって。もう一個なんか虹来た、虹が2個かかってる。フルさんだ、ありがとう。ありがとうございます。なんかね、今日ずっと鼻ぐずぐずしてるんだよね。なんでなんだろう。風邪じゃないこと祈る。でもなんか別に他は体調悪くなくて。なんなんでしょうか。今日寒かったよね。わかる。雨降ってたからね、今日ね、寒かったんだよね。でもね、アレルギー、なんかそういう鼻のアレルギーいっぱい持っててね。もうわけわかんないんだよね、なんかいっぱいいっぱいある。そう、誕生日、生誕祭とかありがとうっていうやつをしたくて、いつしようかいつしようかだったんだけど、ちょっとバタバタの中ですが、できました。最後の生誕祭楽しかった？みんな。お、なんかすごい。ディスコ。楽しかった？よかった。よかったよかった。なんかそのいろいろあったから喋んなきゃいけないこといっぱいだ。楽しかったっていっぱい来てる。お盆見て笑ってたね。楽しかった、あれマジで。なんか普通に持ってるだけの人もいたし、一緒に回してくれてる人もいたのね。お盆一生懸命お盆回してるみんなが可愛かった。面
白かった。何これ、すごい太陽面白い。あれめっちゃ良かったね、お盆。お洗濯しかもね、次の日にも公演あったやん。次の日の公演まで持ってきて一緒に回してる人いて面白かった、ね、すごい太陽。ちゃんと同じ、葵ちゃんと同じ数になるように回しました。偉いですね。マジで面白かった、あれは。なんかショールームでさ、ショールームでふと言っただけなのに実現してくれて嬉しかったな。マジで面白かったMC で他の子たちも触れてくれたの嬉しかった。かわいいねえ。みんなだって楽しそうだったすんごい楽しそうだった。なんかさ、リハーサルの途中ぐらいで、あの会場のね椅子にファンの人たちに渡される何かの冊子だったりとか、その今回だったらお盆だったりとか、なんかいろいろがどんどん準備されていくのね、順番に。あの確実にリハしてる時に「え、丸いよね」みたいな「お盆かな」みたいになってて、だったら絶対楽しいじゃんって、みんな回してくれるかな一緒にとか言って、あのもうね、それが楽しかった。楽しみだねとか言って、ワクワクしながらみんなリハして、本番そのねねちゃんがこうギターしてる時も、もうみんなで、あの何で出番待ってる時も、あの袖の方で「え、みんな一緒に回してくれるかな」みたいどうだろうねとか言いながら出てって、楽しかったねねちゃんが準備の時間くれた。あ、そう、なんかねねもそのリハの時に見てあるのかなみたいな感じだったんだって。でもねねの曲、あのギターが終わった頃ぐらいにみんなが次の準備してるのを見て、あ、本当にあれするんだってなったらしくて、ねねちゃんの中では。でねねちゃんが準備するのちょっと待ったって言ってた。みんなが楽しそうでよかった。みんなはだいぶ公園のコールとか慣れてきたかな。あの公園めっちゃなんかさ、声出すところあるじゃん。だからね、なんか言ってる側もさ、慣れてくるとさ楽しそう。なんか
次言わなきゃ言わなきゃみたいな、ここここ、こう言ってみたいな、多分考えながらやってると思うんだけど今。それがね、慣れてきたらすごい楽しそうだね。アンコールが大変だった。アンコール？あおちゃんのやつ？もう始まってるかと思って、あれ最初の想像言った時に「えもう始まってんの？」とか言って、最初の曲中のコールと一緒だったから。コメント止まっちゃう。でもさっきちゃんと Wi-Fi 切ったんだよな。なんなんだ。泣いてるの OK だって。泣いてない。なあも泣いてない。ただ鼻がグズグズしてる。なんでだろう、みんなには見えてるんでしょう、でもちゃんと。まあいいだ、じゃあ。見えてるならいいや。泣かなくなったね。なんて泣くとこじゃない。昔は泣くとこじゃなくても泣いてたけど、全然泣くとこじゃない。ただ今見えてて声聞こえんならいいや。なんでこんな鼻ごじゃごじゃだ。手紙泣いたち、あーそう、花ちゃんのお手紙。なんか花が泣くのね最近弱いんだよね。花ちゃんすぐ泣くけどさ、なんかもうなんていうの、もらい泣きしちゃうっていうかさ、はなちゃん。あとなんか思い出した、昔のこととか、もう本当にずっと一緒にいたからさ、なんかあこんなことあったなーとか、あーこんなことあったなーって思いながら聞いてたら泣いちゃったね。可愛かった、花ちゃんのお手紙。義変さんにいただきが懐かしい。いける。ね。義変なんて誰でも入れるけどね、あの3人だったから良かったよね。はなちゃんはもうキャプテンとして頑張ってるからね。無理しすぎない程度に頑張ってくれたらいいね。
花。あと何の話聞きたい？おほちゃんのいないここで想像できない。できちゃうよ。いつかは絶対行くんだから。あ、フォトブックの話。フォトブックの話しましょう。フォトブック発売しちゃいます。早くね、これずっとみんなに言いたくて、なんかずっとね、なんかもう早くいつ言えるんだろうって感じだったんだけど、マジでみんなには1ミリも匂わせずにさ、撮影とか行ったし、意外とみんななんかそういう予想してなかった気がする。知ってた？知ってたかな？知らなかった気がする。予約した。みんな予約したの。ありがとうね。なんか出るだろうっていうより出してほしいなとかの気持ちの方がみんな強かった気がするんだけど、とっても楽しい撮影をしてきました。山梨だったから、あのね、富士山がでっかくてすごかったよ。いつか富士山との写真載せるね。そしてなんか、あの発売イベントもあるから、東京と福岡すごい、すぐ完売しちゃって、福岡はやばい、くしゃみ出そう。これ配信されてんだ。ああ、ね、くしゃみでさ、笑わないでもらえますか。よいしょ。風邪ひかないでね。ね、本当にそうだよね。体調は超元気なんだけどね。まあ、ということで、みんな私のくしゃみを見たから、あの、フォトアルバム、フォトアルバムじゃない、フォトブック買ってくださいな。なんかね、マジでいろんなことしたし、たくさん撮ってもらったし、全員じゃないけど、卒業生だったり、仲いいメンバー、元メンバーだったり、お世話になった方々から、私はまだ見てないんだけど、メッセージももらって、あとエリンとの二人での対談も入ってるので、何の話したっけな、エリと。なんかね、もう隅から隅まで話したかも。
そう、エリとの対談もあります。なので、あのね、そのメンバーのメッセージとかあんまり私も見てないから本当に楽しみで、いつ見ようかなって、出来上がった本をもらってみようかなって思ってるんだけど、あとね、秋元先生からの帯、帯っていうの、帯コメント、帯コメントももらったんですよ。いただいて嬉しかったなんかなんて言うんだろうね、これが帯コメントかっていうありがたいお言葉をいただいて、なんかね、どんだけ知ってくださってるのかわからないけどさ、そうやってしっかり一人一人にコメントくださるじゃん、こういう時って。だからなんかその時にあ、48入った、入っ、ちゃんと48として活用どうしてきたんだってなんか実感したよね。嬉しかった48になった、入ってた証みたいな何個かあるんだけど、その中の一個って感じがした。すごく、まあ、とりあえず見てくださいだ見てからまた、うん、ショールームするときあるかな、できるときあれば出てからまたゆっくりね話す時間あったらいいな、できるように頑張りますね。みんなたくさん見てください。楽しみだな、みんなのなんか反応、メンバーの反応も楽しみだし、ファンのみんなの反応も楽しみ。他のおしゃべり会で話せる、そうだね、そうそう、なんか振り返、握手会、今までの握手会の振り返が発表されたんだけど、それプラスで今回のシングルの追加おしゃべり会も発表されて、最後の最後にまたね、みんなに会えそうだから追加分みんな申し込んで感想言いに来てくださいか、当選しなきゃか、でも当選するでしょ
時間がさ、今30分ぐらい。いやん、かわいいクマさん来た。バキさんだ、ありがとう。なにこれ、虹に座ってる。30分、31分。この時計ちょっと早いの。2、3分くらい早い。2分、3分。誕生日プレゼント届いたかな。届いたよ、可愛かった、ありがとう。昨日着てた。写真撮るの忘れたな。そういえば電波時計じゃない、なんかさ、あのさ、これあれなんだよね、このさ、コンセントつけて数字になってる、数字になって説明下手。なんかさ、インスタとかでよく見るこう数字のやつ、これどうやって調節するんだろう。私のじゃないんだよね、妹のだからさ、ちょっとわかんない。マジ説明下手すぎる。デジタルなの、なんかどうやって調節するんだろうね。ディズニーの花瓶もらえたよ、あれかわいい。あのね、生誕のお花とかもらって帰ってきてそれ刺したりした。生誕のさ、フラスターめっちゃ可愛かったね、あれね、ありがとう。あれ全部さ持って帰ったんだけど下に置いてあったやつも花冠もお花もなんちょっとだけ持って帰って飾りました。明日ディズニー行ってくるっていいなあ、あんま行きたい。あれね、たくさんお花飾りますね、ありがとう。なんかみんながプレゼントもさ、たくさん来てて2日に分けて持って帰ったありがとうね。そう、ただいまね、絶賛コンサートリハ中で脳みそを使いに使いまくって、ちょっとね頑張ってる。だから落ち着いたらちょっとゆっくりしたいけど、まあ落ち着かんやろうね。もしかしたら卒業まで休みないかも。だからね、わかんない、どうにか作るけど頑張るな。もう突っ走って卒業していく感じだね。みんな卒業生大変だったんだねって感じ。お、虹が飛んできたぞ。じゃがじまさんだ、ありがとうございます。
みんなが体調崩さないようにねって、ありがとね、頑張る。なんか結局どんだけさ時間をこう作っても最後は絶対にバタバタしちゃうんだね、詰め詰めになっちゃうんだね。いい卒業コンサートができるように頑張ります。私はダイヤモンドシートのグレードアップされたい一心です。そうだよね、あれどうやって決まるの、抽選か。抽選だよねあれね、いつわかるんだろう、行ってからかな、チケットもらってから。楽しみだね、ドキドキだね。チケットがわかる頃にわかるんだよね多分ね。金曜日わかるよってやばくない？今日火曜日だよね。やばい、もうすぐじゃん、もうすぐわかるんだ。金曜日、金曜日。あと2日か3日か、みんなドキドキだね。次会う頃にはじゃあもうみんな分かってるってことじゃない？次、え？いつだっけ？横浜行くよね。その頃にはもうみんな分かってるんだね。やばいね、誰かいるかな、横浜来る人の中に当たったよーってたくさん来たらいいな。ドキドキ、あと3日間みんなドキドキで過ごしてください。ちゃんと寝てドキドキしてね、寝るんだよ。楽しみ楽しみ。みんな50分ぐらいだったら教えて。55分でいっか。ランキング読みます、それまでおしゃべりだね。後ろの方、席の方でもうちわとか結構見える、うちは結構見えると思う。サンパレスは見やすい、意外と。お客さん側からもメンバーのこと見やすいんじゃない、サンパレスって。
ってもいい会場だった気がする、サンパレスって。ほらサンパレスいいイメージしかないみんな。うん、みんないいイメージ。うちわとかたくさん持ってきてください。みんなちゃんとグッズ買った？夏だから並ぶのきっと大変だから、できるんだったら買ってた方がいいね。届くよね。もうあれか、予約販売までに買ってたら多分ちゃんと届くんだよね。私の誕生日前だったよね。きっと外暑い。あ、どうだろうね、天気が良かったらきっと暑いだろうし、並ぶの大変だろうか。でもグッズサンパレス中の可能性あるね。だったらまあ でも会場並んでる時大変だね。暑いと思うからみんなマジで気をつけてきてよ。最近も暑いし、今日は寒かったけど。うわー、多分中だけど列は外だろうねって。いやー、そっかー。日傘と飲み物、あと何何必須、みんなそういうの知ってる？うちは？ああれは扇風機、あとなんか塩分チャージとか持ってった方がいいんじゃない？あのあれあれ、凍らせるさ、凍らせるペットボトル、凍ってるペットボトルあるじゃん、あのね、コンビニとかに。まあお家でさ、ペットボトルでお茶凍らせたりとかお水凍らせたりとかしてもいいけど。日焼け止めって言ったよ、日焼け止めね。ハンディファン、ハンディファンだ、それ私言いたかったの。汗拭きシートもいるってよ、冷えピタもいるってよ。冷えピタね、首の後ろとかにこうつけてたらあのすごいいいよ。おでことか首の後ろとか、マジで本当にね、あの熱中症だけはみんな気をつけて。アイスリングとかって、そうね、あ、そっちの方が長いのかな。タオル絶対、そうね、汗かくからね。昼と夜の間がかなりあるよね。そうなんですよね、夜が遅い時間開演だからね。リハーサルがみっちりできるということで頑張ります。アイス食べながら並ぼうなんていいね。ちゃんとゴミ袋持ってくるんだよ、そこら辺にポイしたら怒られるからね、ビニール袋。夏は本当に大変だ。天気いいのかな、どうだろうね、まだ全然わかんない。本当に体調に気をつけながら、こんな鼻グズグズな私が言うのもなんだけど、体調に気をつけながら最後まで楽しみましょうね。
私のでも最終活動日は23日なのでね、公演の方が最後だから。え、夏海の日ってね、私もねそれね発表してファンの人に言われて知ったんだけどね、そうじゃんね怖いね、夏青じゃん、夏みかんだよ、あとみんなに夏青じゃんって言われてびっくりしたそうじゃんってなったもんねうん、別に狙ったわけじゃないのよ、私が決めれるわけじゃないからね、最後の日この日ですって。たまたま、なんか変な声になっちゃった偶然ね、すごいよね、あとあれだよね、全部私のさ今後の活動も全部今日出てたかな、昨日今日かな、今日だ、なんだろう、このショールームもだし、メールとかチャットとかの最後もその日なんでね、公演終わってショールームできるかな、バッタバタ帰ってきてショールームとかできたらいいね。メール来なくなっちゃう、メールもチャットも私は終わるので、ゆきちゃんは前日にしてたよ、あ、なるほどね、前日しようかね、とりあえずできなかったら嫌だしね、ちゃんと続けないの、そうなんです、すごい続けた方がいいんじゃないっておすすめされたんだけど50分になった、50分ですね、55分にしてくださいわがまま、壁紙外し見たかった、あれ見れないんか、あれショールームできないんかな、わかんない、難しいかも、公演終わってすぐだよね、てかみんな見れるん劇場、あ、でもみんな帰った時か、もう帰ってる時か、まあちょっと聞いてみるよ、さあもう50分も過ぎたということで、なんかちょっとバタバタだったけど、お祝い、誕生日のお祝い、生誕祭ありがとうございました
また私が落ち着いたらやろうかね。次は早くて会える人はあれですね、横浜ですね土日みんなはダイヤモンドシートの抽選前に、前の席に行く抽選が当たるかドキドキしながらお仕事頑張ってくださいな。鼻炎も持ってる。もう何が原因か分かんないんだよね、こういうのっていつも。なんかハウスダストとかもダメだし、花粉もあるし、鼻炎も持ってるし、いつも何が原因か分かんない。とりあえずアレルギーの薬飲んだら治るから飲みます、寝る前に。じゃあまた配信できるときにやりますね。もうなんか55分待つのあれだから、もうすぐだし。ランキング読みます。13位、谷川豊さん。12位、 OFG さん。11位、ドラキバオさん。10位、おうし座って読む、キヨサキポンズさん。あ、鼻がやばい。9位いっちーさん、8位うちてつさん、7位こいもさん、6位たいちゃんさん、よいしょ、5位ふるさん、4位じゃがしまさん、3位まさきさん、2位、名前長い、あゆとくん、私買い待ってるね。1位ばきさん、ありがとうございます。バイバーイ。鼻すするの良くないから噛んで、鼻ね、噛みます終わったら。ありがとねー。あ、もう明日も頑張るよ。みんなも明日も頑張るんだ。週の半ばですからね。一番疲れてる時ですからね、1週間で。もう最近は1週間なんてわけわかんないほど早く過ぎていくから、私は。頑張りましょうね。バイバイ、おやすみなさい。みんなのダイヤモンドシートの前の席当たった報告待ってます。バイバーイ。おやすみー。